ギタリストの西山孝之です。今回は応用編第1回をお届けします。これまで基礎編という形で4回に分けて各項目レクチャーをしてきましたが、その内容を含めた状態で1曲星に願いを丸ごとアレンジしたのを今回お届けします。アレンジをする中で、まあ、こういう意味があってアレンジをしましたとか、ここにこういう効果がありますよっていうのを、まあ、レクチャーしながら進めていこうと思いますので、実際に演奏しながら、音をねこう確認しながら進めていただければと思います。では早速やってみましょう。はい、まずは演奏を聴いていただきました。今回はこういうアレンジにしてみましたが、いろいろとハーモニーのフレーズだったりとか、ベース音の動き、コードのストロークだったりとか、いろんな部分に注目点があったと思います。一つずつ解説していこうと思いますので、まずはウクレレを準備して一緒に進めていきましょう。はじめの部分ですが、まず4弦の開放弦のみを、まあ、ボーンと鳴らしてますね。ここは実はコードは C コードになるんですけれども、まあ、主旋律、最初のメロディーの音が一番低い4弦の開放弦の音から始まるので、まあ、あえてコードの C コードを鳴らさずに始めているということになります。メロディーは、っていうのがメロディーなんですけど、もし C コードを最初に鳴らしてしまうとっていうふうに、まあ、この一番高い音、 C コードの一番高いドの音、1弦3フレットの音、これが耳に残ってしまうのでちょっと違和感ありますよね。もちろん4弦の音も弾いてるんだけど、まあ、ここの音が耳に残ってしまうのでメロディーが変わってしまっている状態に聞こえるということになります。なので、あえてここは、最初 C コードを鳴らさないという選択をして、単品で4弦の音を弾いてます。まあ、この4弦1つで、そのベースの音、そしてメロディーの音、2つを兼ねている状態になるんですけれども、まあ、これだけでもしっかり C コードの感覚が出るので、はい、音楽として成立してますよね。なので、コードを最初から鳴らさないっていう選択もあるっていうのをぜひ覚えていただければと思います。その後、ハーモニーのフレーズになっていて、ここは2本ずつメロディーの音を、まあ、ハモってる状態ですね。弾いてるってことになります。最初の音は、ここはさっき言った C コード。まあ、C コードってこういうフォームもありまして、これの2弦と3弦の、まあ、ここがメロディーで、それに対してハーモニーを3弦の方で、まあ、つけてるって形になります。まあ、C コードの中の音を使ってることですね。で次はまあ A7 っていうコードになるんですが、メロディーがこの音なので A7 コードの3弦の音とメロディーの音、これが2つ鳴ってるってことになります。で次は単品で弾いてます。はい、まあここが2つハーモニーになってるので、よりまあコードの輪郭っていうか、ハーモニーの感じが出ていい感じに聞こえると思います。もし一つだったら、ってことになります。
単品の音でいくとってことになるんですが、こっちの方がやっぱり、こうふわっとしたこうコード感というか輪郭が出ていい感じですよね。なのでここはハーモニーを使ったってことになります。でその後ここはコードは D マイナーコードになるんですが、まあ、最初から D マイナーコードを鳴らしてしまうとメロディーの音、ここ3弦の1フレットの音からメロディーが入ってるんですけれども、ちょっと違和感ありますよね。なのでここはメロディーを優先させてコードをあえて最初は鳴らさずにメロディーが落ち着くところ、ここのタイミングで D マイナーコードをじゃらんと弾いてます。なので、まあ、最初の一拍目に必ずしもコードを鳴らさなきゃいけないってこともなくて、ちょっと音がこう濁ってしまうような感じがするんであれば、最初は弾かずにメロディー出してコードを弾くということになります。じゃあここまで続けてみると、はい、これでしっかりコードの流れも出てるし、ベースの音、このねメロディーとベースがくっついてたりとか、こう D マイナーコードの音のベースも押さえているので、しっかりそのベースの動きも出ているという形になります。まずは前半ここまでを理解いただければと思います。そしてその後、こういうフレーズになってますが、もともとこの4弦3フレットの音は、こう入ってない音なんですけど、ここはちょっとジャズっぽいアレンジでベースに動きを出して、まあ、スピード感だったりとかちょっとこうスイングするようなイメージが加わるので、これを入れたということになりますが、はい、これでちょっとジャズっぽく、テイストが加わりますよね。でその後、はい、こういう動きになります。ここはちょっとまあコード、本当はこう、ややこしいフォームになるんですけれども、メロディーの音がという風に動いていて、まあ、C ディミニッシュから C コードに移るってことなんですが、あんまりここは深く考えずにこのフォームのまま覚えてもらっていいかなと思います。はい。でその後、ここも一つアレンジのポイントですけども、ちょっとあえて音がぶつかるような形、不協和音に聞こえるような感じを加えてみました。実際言うとここは C コードの状態でこういう風に進んでいくんですけど、C コードの、状態でメロディーがレの音でドの音に落ち着くっていうパターンなんですが、そこにこういうちょっと音を加えてみます。この音は C コードのドの音、でもメロディーはレの音なので、まあドとレっていうのは音が近いので、あんまり一緒に鳴らすと良、くなかったりするんですが、ちょっとジャラランと弾くことによってタイムラグが生じるので、ここでドレドレっていうタランっていう風に音で聞こえると思うんですけど、これがちょっとその耳に違和感が残るので、聞いてる人もちょっと、あ、なんだろうっていう風に耳を傾けてくれるんですね。こういうポイントを作っていてます。そしてその後もう一発、同じようなパターンが来るんですが、ここはメロディーがドに、動いた後で、ここは半音下のシの音ですね。ドとシ、これも音がまあ隣なので、ちょっとこう際どい音になるんですけど、さっきと同じパターンで、はい、ちょっとタイムラグをつけて弾くと、はい、こういうちょっとね、幻想的というか不思議な音に聞こえたと思うんですけど、まあ、こういうアレンジを加えています。これをスパッと、早いタイミングで弾いちゃうと、結構ぶつかり感が強いので、はい、こういう風にちょっとタイムラグをつけて弾いてほしいなと思います。まあ、これはこのアレンジに関しては好き嫌いがあるので、あんまり好きじゃないって方は普通にこう C コードでメロディーを単品でね、こう加えたような形で弾いていただければと思いますし、このアレンジ好きだよっていう方はこっちをチャレンジしていただければいいかなと思います。その後 B セブンスのコードに移って。こう映るんですけど、まあ、この B セブンスのコードはそんなに難しくはないと思います。まあ、そのままメロディーが乗っかってる状態ですね。その後、D マイナーセブンス
もしくはまあ F コードって考えてもいいんですが、F コードもしくは Dm7th のコードにメロディーの音がその音が加わっている状態で、このメロディーが来ます。ここは普通はコードは一つのままなんですけども、あえてベース音を僕は半音下げたアレンジを加えました。なぜかというと次は A7th のコードに行くんですけれども、ここベース音が開放弦になるので Dm7th の時に2フレット4弦2フレットを押さえていて半音下げた状態の音を加えて、で A7th で開放弦という形になるんですね。はい、あえてベース音をこういう風になだらかな形で進めたい形になります。これが普通のアレンジになると思うんですけど、はい、ベース音がこういうアレンジにしてということになります。まあ、これも好き嫌いがあるんですけれども、このアレンジが好きだよって方は使っていただければいいかなと思います。はい、そしてその後、F コードもしくは Dm7th コードで、ここもベース音が半音のウォーキングベースが入って C コードにメロディーが落ち着いて、まあ、ストロークを軽く入れてます。でその後この G7th の sus4 そして G7th っていうのがあるんですけども、ここも、まあ、ストロークで下からこうすくい上げるストロークを入れてます。ここを親指でこうやってストロークしてもありなんですけれども、そうすると今度メロディーに戻った時にちょっとこう何ていうかな、ずっと強い音が鳴っているよりも、まあ、ストロークで軽やかな音が鳴った後にまた仕切り直してメロディーが始まる方が、あ、メロディーが来たなっていう受け身ができるんですけれども、じゃ入るよりはストロークでここは伴奏ですよっていう風にアピールを、まあ、ストロークをすることによって伴奏の、提示というかそういうのができる状態で、またメロディーが始まりますよという形を、こっちで作り上げることができるんですね。なので親指でストロークができる場所ですけれども、あえてストロークを入れているということになります。これはまあギターでこれをやるよりもウクレレらしいストロークという形で、僕は結構こういうのをよく使うんですけれども、伴奏のところはしっかり伴奏をアピールするために、まあ、軽めのストロークだったりとか、そういう、ね、ここは、伴奏ですよっていうアピールを、耳でねこう聞いてもらうのを提示するっていうのは一つありだと思います。でメロディーはしっかり親指で、ね、単品でもハーモニーでもあのピッキングを強くして、表現をするっていうのが一つポイントかなと思います。では B メロを進めてみましょう。はい、次は B メロを解説していこうと思います。 B メロの最初はシンプルなメロディーで構成されていてこういう感じですが、これにコードが、当てはめるとすれば Dm7Gっていうふうになるんですけども、このシンプルなメロディーに、コードをしっかり当てはめてしまうとやはりそのメロディーが埋もれてしまうので、ここも、まあ、メロディーを優先するためにメロディーをしっかり鳴らして、その後にコードの輪郭となるこのベース音、Dm の、ベース音となる4弦2フレットを加えたりとか、C コードでここでまあストローク入れたりしますけども、そういうまあメロディーを優先しつつ、コードの輪郭を少し加えるというアレンジをしています。まあ、この C コードで落ち着いた時に軽くストローク入れてるんですけども、ここを入れないストローク入れなかったら結構間延びしてしまうので、やはりここはストロークがあった方がいいなと思って入れています。一度やってみますが、はい、ここのストロークをもしないバージョンでやってみますと、でこういうふうにすごくね間が空いてしまうので、ここはまあ伴奏という形で軽めにストローク入れていただけるといいかなと思います。まあ、この辺がウクレレらしいストロークという形だと思います。その後同じような形でメロディーが進んで、ここもストロークありますね。でその後、コードは Am コードになるんですが、メロディーがでここメロディーの音がまあこういう風に半音階で進んでいくので、ずっと Am を鳴らすと少し際どい音になってしまうんですけども、
がちょっと一番こう、際どさが、目立ってしまうんですが、僕はあえてこの音は入れてます。ここを入れる、コードと一緒に鳴らすことによって、まあ、少し緊張感が出ることによって、またこうね、A メロのサビに戻った時の、こう、安定感っていうのが出るので、ここでちょっと緊張感を与えるために、あえて、こういう音を使ってます。まあ、もしこの音が、あまりにも好きじゃないよって方は、コードを一緒に鳴らさずに、単品でこの音を弾いた後、動いていただければと。はい。これだとシンプルなアレンジになりますし、僕がやってるアレンジは、あえてここは緊張感を演出するために入れているって形になります。その後、メロディーがこう動いた後、本来ならばここはコードは Dm7th コード。で、G7th コード。で、最初のまあ A メロに戻るってことになるんですけども、メロディーがこの1弦3フレットのところ、あえて僕は F マイナーコードを使っています。まあ、そうすることによって、さっきのこの A マイナーの時の緊張感の後、もう一発、ちょっと不安な感じの、緊張感がダブルで来るんですね。そうするとよりこう緊張感が高まるので、この後の安定に落ち着く、どん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 安定していって、まあ、A メロのサビの部分に来た時にすごく心が落ち着くというかほっとする感じになるんですね。なので、ここも、この B メロの最後に、っていう風に爽やかに安定するのもありなんだけども、もう一発こう緊張感を与えといて、どんどん安定に向かっていって、ここで落ち着くという、そういう、まあ、こう山あり谷ありを作るんですけども、Am のこの流れから、もう一発ですね。その2回そういう緊張感を与えるってことにより、緊張感が高まって落ち着くというのをやっています。なのでここは、F マイナーコードを使っているんです。まあ、ちょっと押さえづらいコードではあるんですが、ぜひここを使ってほしいなと思います。でその後、A メロに戻るための、まあ、安定に向かうコードですけど、G7th+4G7th。で、ここ、まあ、どんどん、1弦の音がこう動いてるんですけど、ここ、ストロークを2回やってます。で、弾かずに、で、これでしっかり、落ち着く音。その音で落ち着く音を出してほしいんですけど、これを、全部しっかり親指でピッキングするよりも、ここはまあ、この音がメロディーで来てて、で、メロディーが残ったまま、伴奏ですよ。で、しっかり落ち着きますよ。で、ここは親指で弾きます。で、A メロに戻ると。そうするとすごく曲のそのまとまりが出るので、そのメリハリをつけるためにストロークに、あえてここを、2回入れてるんですけども意味があって入れてるって形を、認識していただければと思います。そしてまたA メロのサビの部分に戻っていくんですが、まあ、これは繰り返しで、そして最後のエンディングの部分ですが、まあ、最後の C コードの前に一つ、こういうコードを僕は使っています。これは A フラットメジャーセブンスというコードになるんですけども、まあ、このコードを入れることによって、まあ、すんなり曲が終わらずにもう一山作っといて C コードで気持ちよく終われるというのがありまして、まあ、よくアレンジで使う技でもあるんですが、C コードに対して A フラットメジャーセブンス、まあ、一番高い音が同じ C コードで使っているドの音を使っているので、うまくね、コードを使う、挿入することができるんですが、このコード、もしくはもう一つコード、こういうコード、E フラットメジャーセブンス、これを使うのもありです。まあ、C コードに戻る前ですね。これも覚えておいたらいいかなと思います。まあ、今回僕はこっちを選択しましたが、こっちの E フラットメジャーセブンスの方が好きって方はこっちを使っていただければと思います。
まあ、こういうふうに、まあ、そのメロディーを変えずにコードを変えることによって曲の雰囲気を変えることもできるので、この辺の技も吸収していただければと思います。では頑張って練習していただければと思います。欲しい願いをぜひ頑張ってみてください。